い、よろしくお願いします。今回はきっかけ英単語の第35弾やっていきます。で、今回ね、この10個の単語やっていきますので、この状態でテストしたい方はぜひね、動画止めてやってみてください。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番、これね、読み方がアローンです。アローン。で、これはキーワード一人と覚えてください。で、まあそれに一人のとか一人でっていう使い方をするんですけど、一人っていうキーワードを覚えてしまえば、まあ長文とかでも出てきても絶対訳すことができるので、まあ、それで覚えてください。で、次がアクトです。アクト。で、これちょっとね、ごちゃごちゃいろいろ話をするんですけど、まず意味から書きます。で、アクトは先こっちにするか。これ動詞で、行動する。で、もう一個が、演じるっていう意味でよく使います。これ両方とも覚えてください。行動するとか演じるです。で、あとは活動っていう名詞で使うこともあるんですけど、アクトだけでもね。でも、ひとまず今回は動詞で書いておきます。で、これを2個書いた理由があるんですが、これを、まあ、アクトを使うんだけどね、これに IVE です。あ、ごめん、すみません、 IVE ね。これをつけると、アクティブとなります。アクティブ。これで、活動的なとか、っていう意味になるんですけど、まあ、もともと活動っていう意味もね、あったり、行動するって意味があるから、そこから派生してる感じで、活動的なと。例えば、あの人アクティブに外に出るよねとかって言ったりするときは、外にね、ガンガン出ていく人のことをアクティブにとか言うんですけど。で、もう一個が、このアクトに、OR をつけます。で、これは演じる方から派生するんですけど、あの、今までの英単語の動画、動画とか、まあ、単語やってきた中で、ラストに ER をつけると人を表すっていう話をしましたね。例えば、プレイ。これよくね、例え出しますけど、プレイ、するです。それに ER をつけると、する人なので、選手っていう、プレイヤーでね、意味になるんですが、ここも同じなんです。ただ、つけるのが OR なんです、ここは。だから、演じる人、つまり俳優になります。これ男性の方ね、俳優。女性はアクトレスって言うんですけど、っていう意味になります。まあ、ここから派生するアクティブとか、アクターもぜひね、セットで覚えておいてください。で、次はアクセントが大事です。ここに行きます。レだね。まあ、E の上なんですけど、アンブレラと言います。アンブレラ。で、これ意味が傘です。あの、雨の日に差す傘ね。アンブレラ。これね、アクセントの場所、しっかり覚えておきましょう。で、次がカーリッジです。カーリッジ。で、カーリッジは、これで勇気です。カーリッジで勇気という意味になります。で、次も発音がすごく大事です。これ先に書いておきます。最初。で、アクセントつけずに読むと、エファートって言うんです、これ。エファート。で、よく、エファートって読みたくなるんです。後ろに、そのがね、しっくりくる人が多くて、エファートって言いたくなるんですけど、エファートです。ちゃんとあの、なんだろう、強引に持っていくとね、絵が強い。エファートとなります。で、意味が、これ、努力です。エファートで努力という意味になります。これ、アクセント、たまに出てきますので、覚えておいてください。ね、右、6番行きましょう。6番がサスティです。サスティ。で、サスティは、先に見返っちゃおうかね。喉が渇いたと。あの、ちょっと前にやったお腹が空いた、空腹のって意味がハングリーなんですけど、それとセットで覚えちゃうといいです。だから、I'm hungry って言うと、私はお腹空いたよってことを言ってて、I'm thirsty って言えば、もう喉乾いちゃった私、みたいなことが言えます。いや、それが thirsty です。で、次、こいつもアクセント、ここに来ます。impress です。impress。で、これで、これ動詞なんですが、まあ、何個かね、意味があるんですけど、覚えやすいんで、これを書いておきます。感動させる。impress。感動させるという意味になります。で、今回ちょっとね、動詞が多いんですが、次も動詞です。これが、これもアクセントが大事で、後ろに来るんですけど、まあ、this と like なんです。like 好きだよね。
で、this がくっつくと意味が反対になるっていうのをね、前話しましたが、反対になることがあるんですけど、だから好きじゃない、つまり、嫌うと。で、dislike って言います。dislike。これは、まあ、これも以前やりましたけど、appear と disappear と同じ関係です。いいかな、アピアとディスアピアと。まあ、ディスがつくとひっくり返るよっていう感じですね。まあ、全部が全部じゃないんですけど。で、次、9番が、ドゥネイトです。あ、間違った。ドゥネイトです。そう、間違ったね。あれもアクセントが大事で、最初にいきます。ドゥネイト。で、この中では多分一番これがマニアックかもしれないですね。あの、中学校3年生の教科書調べてるときに、教科書の中で使われてて、はい、正直言うと、最初分かんなかった自分。あれ、do ねってなんだと思って。そしたら、寄付するという意味だったそうです。すいません。自分もね、なかなかね、知識不足なとこがあるんですけど。ただね、中学生の、まあ、教科書に出てくるものなので、そう、まあ、受験で出てくる可能性もあるということで、今回紹介しました。で、最後ですね、これもアクセントがすごく有名な問題で、最初に来ます。これで、アンセストラと言います。アンセストラ。で、これが、意味が祖先です。アンセスターで祖先という意味になります。なので、今回ちょっとね、あの、アクセントの問題、なんか作ってる時に、アクセントがね、有名なやつが結構増えたんで、まあ、結局どうせだったら固めちゃおうかなと思って、なんかね、ちょっと有名なやつを入れてみたんですが、まあ、ぜひね、アクセント、まあ、みんなの住んでる地域がね、そのアクセントの問題出るかどうかはちょっとわからないんですけど、まあ、もしよかったらその辺もね、セットで覚えておいてください。では、今回はね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、ダラダラジオの方では、お伝えしたんですが、待ってね、ここいいんだよね。あの、次回、これが8月30日に今上がってるんですけど、次のグースリー、9月2日なんですよね。あと、3日後になるんですけど、で、そこ、9月2日に初めて、このきっかけ英単語ではなくて、きっかけ英熟語っていうのを始めます。で、その後なんですけど、偶数日にきっかけ英単語もしくはきっかけ英熟語のどっちかをアップするという感じになります。これからいいでしょうか。なので、この日に英熟語、この日に英単語っていうのは事前にお伝えすることはできないんですが、偶数日は英語のねきっかけシリーズのどっちかがこれをしてアップする形でねやっていきますので、ひとまず次のね9月2日はきっかけ英熟語のスタート動画になりますので、まあ、もしよかったらねそちらの方もぜひ見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。